ずるずるていたかつ、山崎幸太郎は8コース3拍子揃って非常に微妙な選手だった。山崎幸太郎が最後のゲームでした。8コース3拍子、非常に微妙な選手でした。スタンドの爆笑を誘い、笑ってユニフォームを脱ぐ門出を演出。山崎らしい最後を全員で作り出した。2日に引退試合を終えた青木の姿を山崎はスタンドから見つめ、その夜高津監督にスタメンで出たいと直訴した。快諾を得ると3回に右前打、9回には左前打を放ってマルチ安打締め。愛あって泥臭いヒットは僕が打ってきた形と頷いた。いや、その前に責任取って辞任会見しろよ。再開争いしてても叩かれないの楽な球団だな。縦に2度宙を舞うってどういうこと？お前とこの奥側手術させろよ。調べたらマジで微妙で草。人望があっていじくりを笑って受け入れられる人なんやろな。中畑が新沼の引退セレモニー時に本当はセレモニーしてもらうような。坂本が2000本安打を達成した試合でうっかり逆転満塁ホームランを打ってしまった選手。縦胴上げも知らない他球団ファンのにわかは黙ってろよ。こういういじりができる選手だったんやろね。これだけでチームのムードは良かったってわかる。膝が悪くて引退だけど2安打したのはすごい。ご視聴ありがとうございました。